丈夫さん、こんちゃんのぼろでしたけどね、今日もドラクエモンスターズジョーカー人生縛りやっていくんですけども、まあ前回はねとてつもない回でございましたね。もう大配合からのカルマッソボコボコスペシャルだったんですけども、まあ時間もね50分ぐらいの長々とした動画になってしまったんですけども、今回はまあやり残していた祠はサクッとクリアいたしまして、そのままねノビストーに行って新しくかかった橋から次の島に向かいたいなっていう感じでございます。おっと、何、あ、またアロマか。お前何しに来たの？私のレオモンスターくんは元気してる？いずれ私のものになるんだから傷物にしちゃ嫌よ。こいつマジで。図に乗るな、小娘。まだ勝負は終わっていないぞ。まあ、ギガンテスボコボコにすんぞ。絶好調の私に向かって言ってくれるじゃないの。私のマデュライトの数、聞いて驚け。なんと9個。あ、もう9個もあんの。あ、そうだ、俺も1個。見つけてるマデュライトあったんだった。登りのマデュライトは。いいよいいよ、言わなくて。かわいそうだから聞かないどいてあげる。だる、あ、言い忘れてたけど勝ち抜きバトルに出られなかったら負けだからね。ふん、なんじゃ5位内でゴールできる自信があるというのか。ふんだ、私の心配より自分たちの心配することね。じゃあねー。なんかいちいち喧嘩打ってくんなこいつ。くっ、あんな小娘に遅れを取るなど我慢ならん。急ぐぞ登る。意外とアキラも我慢強いタイプではないんだね。必ずキャツをギャフンと言わせてやる。ギャフンとな。めちゃくちゃ切れてんじゃん、お前。祠のすぐ近くにね、これ、青い宝箱あったんで、多分これマジライトだと思うんだけど、あ、やっぱそうだね。これで、おそらく、7つ目になるかな ?7 個だね。オッケーオッケーオッケー。あと3つか。もうすぐだね。で、まあ、あとは月の石板さえ手に入れれば、ここも突破できるぞっていう感じですね。なんか、サクッと攻略しようと思ったけど、ここどうやってギミッククリアすればいいの？サクッとボス突破するうんぬんじゃなくて、ボスまで行けないんだけど。攻略方法が分かりません。ちょっとマジどうすればよ、狼様。我太陽の加護を得たが、未だ月に見放されたまま。月の加護は月の塔にあり、月の塔の入り口はこのレガリス塔の北側にある。神の獣と歩みし者よ、我に月の加護与えたもれ。これもしかしてあれか、ノビス島の西側から行ける島ってもしかしてここの北側だったりする？なんかそんな気がするんだけど、もしかして俺めちゃくちゃ沼ってた。ノビス島に一回帰ろう。あの島だろ、絶対に。絶対こっちじゃん、目的地。ここでしょ？言ってた橋って。おう、ちゃんと開いているな。どうやら、何時の、親父殿は、口先ばかりではないようだ。この先から、レガリス島の北側に行けるということか。そういうことだよね、結局ね。渡らんのか？先に行って構わんのだぞ。まさか、釣り橋ごときか、怖いわけではあるまい。おい、俺があの祠で30分彷徨ってた時間返せよ。俺バカすぎるだろ、普通に。とりあえず、なんか、まあ、まず間違いなく、これマデュライトでしょ、みたいなのあるから、拾っておこうか。まあ、これで8つ目のマデュライトだね。で、これか。こっからレガリス島の北側に行けるんだね。しかも A ランクになってるじゃん、危険度。巨大な遺跡によって、両断された島の裏側。こっちかってでも G ピットとかなさそうな感じだったけど、大丈夫かな？モンスター結構手強かったりする？あ、回復場所はありそうな感じだね。マスターがいるけど、こいつ何？レガリストの G ピット、北に G ピットはないようだ。仲間が傷ついてやばくなったら、この機械で回復してやるといい。なるほどね。俺なんかダンジョンに苦戦して、ここに戻ってばっかだよ。俺もそうなりそうな気がするんだけど、いやでも今のパーティー相当強いからな。でも、レッサーマミーばっかり。あ、待って、あいつ何だったっけ？あいつ A ランクじゃなかった？ A ランクではないか、 B ランクか。まあちょっとね、前回配合しすぎたんで、今回そんなに配合はしないと思うんですけど、こういうやつをね、スカウトはしておきたいんだよね。だいぶ配合に使っちゃってモンスターが減ってきてるから、ランク高いやつを集めておきたい。ちなみにこいつ何ランクだったっけ？ B ランクだったっけ？できれば男がいいけども、D ランクだわ。でも B ランクのモンスターとか A ランクのモンスターが全然いない気がするんだけど、とりあえずはもう祠に入っちゃえばいいのか。こっち祠かな。あ、そうだね、やっぱり。やっと来れたわ、月の塔の反対側。マジ30分解消し。これでやっと屋上の柵も上がってて、レバーを引けるようになると。やっとここまで来た、マジで。あれだ。あれが月の石板だ。ようやく、もう何時間前というか、もう1時間ぐらいさまよったけど、台座の上に月の模様が刻まれた石板が置いてある。石板を取りますか。はい。これで、あとは大鏡様に捧げれば、どこからともなく声が聞こえる。何時、頂上を目指さば、光の道をいざ戻らん。オッケー。やっと、
祠突破できるか。戻ってきたよ、おっちゃん。やっと石板手に入れたって。月の石板を台座にはめます。これで反対からも光が照らされて。お。お、光が満ちる。再びこの身が光り輝く時が来ようとは。ついに役目が果たせる。いつなりと光のけ、神の獣を聖なる場へ導けるであろう。大鏡の前と後ろにある二つの扉の封印が解けた。太陽と月の加護を得て、我、今こそ役目を全うす。何時、神の獣を聖なる場へと導いて神勢よ。おお。え？ああ、なるほどね。それで、別れたというか、離れ小島みたいなところに来ると。これもういきなりボスだったりすんのかな？これマデュライトだよね。もう9個目？あと1個じゃん。あ、アロマに追いついた。これでマデュライトは9個。そうだよね。アロマあんなにいきり立ってたのに、大差ねえじゃん。で、こっちの宝箱は何？なんか武器系だと嬉しいんだけどな。世界中の歯はもう本当にいらない。売ろうかな、マジで。じゃあまあ、この先、入ってみよっか。あー、なるほどね。こっから祠っていうパターンもちょっと考えたけど、さすがにもう、ガーディアンとの戦闘になるっていう感じかな。待って、グレートドラゴン？融通の利かぬガーディアンだ。我が神獣であってもどかぬか。ならば排除するのみ。行くぞ、登る。本当だよな。お前、ここ守ってんだろ、こいつのために。じゃあ、どけよ。いや、でも、俺、お前の上位互換みたいなやつ、ぶっ倒してっからね、言っとくけど。舐めてもらっちゃ困るよ。とりあえずはバイキルトを、マコにかけまして、マコは兜割り行くでしょ？で、スクルトをかけておこうか。激しい炎、フバハ、強、待って、強い。え？そんな強い？嘘でしょ？アキラ2パンなんだけど。え、こいつ2回行動だったら終わるよ？ちょっと待って。え？全然大したことないだろうと思ってたら、なんかすげえ強い。ちょっと待って、どうしようこれ。とりあえず、一旦、アキラは防御しかないか。バイキルトしかったんだけどな。で、兜割りを挟む必要はないのか。もう、ダークスパイクか。こいつ絶対、闇効くだろ。で、スクルトもう一回かけたいんだよね、正直ね。ずっと息系で攻めてくるのかっていう部分が不安ではあるけど、とりあえずスクルトかけて、道具、条約層を、アキラに使っておこうかな。で、もう一回息系来たらベホマラ行くぐらいの形で、いいと思うんだけどな。攻撃できた。やっぱりスクルトはかけておくべきだね。で、二重掛けして、これでだいぶ攻撃というか殴りで来る分には大丈夫になった。ダークスパイクは ?274。入りすぎだね。で、ここ作戦を変えよう。こっから、アキラガンガン行こうぜ。マコもガンガン行こうぜ。で、恵みだけ命大事にした状態で戦う、押せば、バイホマラを撃ってくれる。オッケー。で、一気に全員回復して、で、こっから稲妻斬りとかで攻めてってもらえば、問題なく勝てるでしょ。まあ、この攻撃、246。そっか。ドラゴンキラーもついてるから。こいつ、ボコせるわ、マジで。攻撃、引かんね。スクルトさえかけちゃえばもうこっちのもんよ。あともうポチポチで勝てるでしょ、こんなの。いや、でも、息系が来たらちょっとやばいんだよな。それだけ警戒しなければならない。あ、でも攻撃できてくれる。全然助かる。あ、でも、アキラだけちょっとやばいな。やっぱアキラもね、配合しなきゃいけないみたいなんで、おい、ナイス。さすがに余裕だね。で、まあ、アキラをね、どんどん配合していきたいとは思ってるんだよね。1540ポイント。16レベルに上がった。あとはまあ、安定感上げるために、フバーハとかあると、ベストだけどね。あんまり、ドラゴンキラーとか覚えさせたら、ドラゴンキラーじゃなくて、ドラゴンスピリッツか？その辺覚えさせたら、フバーハってあるんだったっけ？スキルポイントももらえると、グレートドラゴンは宝箱を落としていった。なんと、口笛の書。なあ、それ、口笛って。とりあえずこれで、アキラがまた、新たな進化を、迎えると。いにしえの約定に従い、我はここに聖変の儀を行う。大いなる災いを退けし力よ。我が身に宿り来たれ。どうなるんだろう。鳥猿と来たけど、次は？ああ、ドラゴンになった。かわいい。これかわいいね。羽ピクピクしてる。見よ、ディアノーグへの聖変が叶ったぞ。ディアノーグになったんだ。
この力があれば今後激しさを増す戦いをしのいでいける。そうなんだ。一層マデュライト集めもはかどるであろう。あと一個だけどね。しかしなぜマデュライトなど集めさせるのであろうな。マデュライトとは実はマスを多く含んだ石のこと。はあ。マスはモンスターの体をめぐる血のようなものでな。モンスターの命の源でもあるわけなのだ。はい。しかし人間には必要のないもの。何故それを。すまん、話がそれたな。ん？大会側というか、まあカルマスとかなんか考えてるってことだろうけど。次が最後の祠だ。気を引き締めていくぞ。もう最後か。次が早いな。もう終わっちゃうの。あとそうだ、口笛の書、それが気になる。これか、口笛の書。口笛の極意が記されている書物。口笛書、何口笛って。ただ口笛吹けるようになるだけ、もしかして。そんなわけないよね。口笛でモンスターを呼び寄せる。え？何それ。動かなくても戦いになるよっていうこと？それを使えば。ちょっとよくわかんないね。まあ、ひとまず、お家帰ろっか。お前に送ってもらう必要は正直ないんだよね。何時、鏡の前の帰還を望むか。帰還しなくてもね、ルーラの、ルーラで帰れるんで、帰ります。バイバイ。いや、でも待てよ。多分もう次の島が、北側から向かうとこだよね。って考えると、北側にもう一回戻りたいから、鏡様に送ってもらった方がいいわ。頼むわ。多分この左側の船が新しい島への道だと思うんだけど、モルボンバ島、危険度 S。木々が生い茂るジャングルの島、強力なモンスターが生息する。え、ついに S ランクになったの。行こうぜ。おっと、これあれじゃん。地図上にない島だよね、これ多分。水平線の向こう。航路から外れた場所に小さな影が見える。野村、地図上にない名もなき島を発見した。マジか。何島？あ、出たこれ。一回見たことあるんだよな。なんかグレートドラゴンがやたらいる島。ここさ、ちょっと待って、あのでけえドラゴン、あいつ捕まえたいんだよね。多分捕まえれるよね、今。まあ、ちょっと裏取ってこいつ捕まえてみるか、試しに。そもそも何ランクなんだろう。アルゴングレート。まあ、タメルして、バイキルとしてっていう感じにしたいけど、まあ、兜割りしながら、どうなんだろう。そもそも、大丈夫かな。火炎吐き出した。何ダメージ？あ、でもそんな大したことはないね。まあ、兜割りして、スクルトかけ忘れちゃったけど、足力すごく下げた。いやでも今すぐ兜割りする必要もなかったか。まあ準備だけ整えてスカウトしてみよう。さあ、てなわけで最大火力スカウト、これで何パーいくかな。恵みは 5%、 だいぶ低いね。でもどうだろう、これ B ランクぐらいなんじゃないかなと思うんだけど。マコは10、15ぐらいまで上がるってことか。いやこいつドラゴンじゃないのか。ドラゴンキラーがなんかあんまり効いてないような気がするんだけど、気のせい。スカウトアタックは33% か。割とギリギリだな。行ってほしいけど、こいつのランクも気になるし。アルゴンクレート、仲間になれ。なんないか。あ、怒っちゃった。倒すしかねえか。どうなんだろう、アルゴングレートって。何ランクなんだろう。じゃあちょっと色違いの方も試してみるか。こいつはリザードファッツ。デブって言いてんのか。さあもう一丁、リザードファッツ。こいつは捕まえれるかな。どれぐらい入るんだろうか。7%、 さっきよりもちょっと入ってるけど、まあほぼ一緒な感じかな。ランクも多分一緒なんじゃないかな。でアキラの攻撃で 39%、 まあちょっと高いけど、まあほぼ誤差みたいなもんだな。体力が多分もうちょっと削れてたってことだろうな、こいつが。頼む、仲間になれ。なれよお前もう。ただもう一発やれそう。マジでこいつこそ仲間になってくんねえか。 39%、 いやなんねえ、もうダメだ。この島に来た意味はほぼなかったことになってしまった。まあ、そんなわけでやってまいりました。モルボンバ島でございますね。なかなか発音しづらいけど、何がいるんだろう。え？あいつ、そんなランク高いの？なんだったっけ？名前忘れたけど。とりあえずは G ピットに寄ろうか。ここはモンスターの強さがグランプール1と言われており、さらにダンジョンのごときジャングルがあなたを迷わせるでしょう。探検の際は手元のミニマップで自分の位置をこまめにチェックです。はぁ、なるほどね。古代樹の森ってことか。アイテムショップはなんか売ってるかな。ドラゴンキラー売ってるんだ。ドラゴンランスも売ってんだ。へえ。ドラゴンキラーはまあもう持ってるけど、ランスあったら欲しいところではあるね。ただバカみたいに高い。さすがにこれ払うお金はねえな。まあそしたら今回はこの島で手に入るモンスター何体かスカウトしてから配合タイムして終わりにしよっかな。まあできればね、
ここで A ランク1体ぐらい手に入ったらマジベストだけど、まあ B ランクをね複数体ぐらい手に入ればっていうのがまあ現実的なラインかなっていう感じなんだけど、リリパッドは何こいつこの走り方、女受け狙ってんなお前とりあえずケツ取ってぶん殴っていこう。まあでもこいつさすがにランクは大したことなさそうだな。バフも何もかけずに 62% までいってるけどお前なんで仲間なんねんだよ。さすがに仲間になってほしいけど、オッケーナイス。ランクいくつ？あ、でも C ランクあるんだ。しかもオスだね。男の子なのはありがたい。うち今ね圧倒的野郎不足なんで、ぜひとも預かり所に送って、まあ配合の糧となってもらいたいところ。アルゴリザードもいるじゃんさっきアルゴングレート見たところなのに、お前ら今さら仲間にする気起きねえよ。あ、しかも人面ガエルもいるじゃん懐かしいなお前ら久々に会った。でしばらく奥に歩いてきたら、なんか洞窟みたいなのに当たったんだけど、これ何？木の中っていうことなかと思ったらなんかやべえのいんな。あれどうする？あいつ仲間にしたいところではあるけど、アキラ絶対に戦いについてこれないよなこれ。一旦弾に変えてスカウトしてみる。いやでも多分 10% もいかないんだよなこのパーティーだと。まあ、とりあえずやれるだけやってみるか。可能性が 1% でもあるならばやってみないわけにはいかないでしょう。とりあえずスクルトさえかければね問題なく死なないっていうことはできると思うんで、兜割りしてスクルトを二重掛けしておきたい。でこいつ体力どれぐらいあるんだろうな。まあでも相当あるよね。ナイス守備力下げ。うん、どうだろう。ギガンテスと魔王の使いで2回ぐらい殴っても大丈夫かな。兜割りしたからさすがに一発にしておこうか。 115? え、そんな食らう？あ、でもそっか、ギガンテスの守備力が低いのか。まあ、もっぱつ殴って、いやギガンテスはさすがに防御だな。ここ死なれたら困るんで防御しつつ、まあダークスパイク氷結切り、まあどっちもいいや。氷結切りで適当にやってスクールとかけて、でまあ条約層をギガンテスに食わせながらのスクルトだね。でまあ HP 削ってスカウトっていう感じじゃない。痛えなマジで、相当削られる。で108ダメージ、まあさすがに耐えるよね。でまあこの後スカウトだ。いやマジでなんか奇跡起きて痛恨とか出さないかな。会心か、出してほしい。 2% でも 2% ってことはもうちょっと体力削れそうな気もするけどな。 4%で 6% までいって、ギガンテスが何ダメージ与えれるか。 10% いってくれねえかな。会心ダメか。 8% これは厳しいな。さすがに来い仲間になれ。失敗か、おごっちゃうかまずいね。魔王の使い65ダメージ、さすがにスクールとかかってるから大丈夫か。まあ倒すしかないね。まあさすがに倒すこと自体は余裕だと思うんだけどな。何発耐えるかな。あと2発耐えてる。ポストロの攻撃30ダメージ、全然大したことはないね。守備力元に戻っちゃう。ギガンテスは85ダメージ、あれ守備力下がってて88ダメージで、守備力下がってなくて85ダメージ。なんかあんまりこれ守備力そんなにそもそもが低いのかな。だからあんま関係ないのかな下げても。まあまあついでにちょっと奥の宝箱もゲットしようこうぜ。こいつ何守ってたんだろう。黒曜の剣、待て何そのかっこいい名前。どれどれどれ、これか。226メタルボディに効く。はあなるほど。いやさすがに装備させておこう。 OKOKOK ドラゴンキラーもまあ優秀だけど、うわーメタル系に効くんだ。ちょっとこれでスカウトしてみたいな。スラメタスラとかで外に出てきましたと。あーなんかクワガタいるあれじゃん、カルマッソが使ってたクワガタだな。でここは何、左側に橋もあって宝箱とかもあされて、でここは何なんだろう。この外周は宝箱があるっていう感じかまあ一応この宝箱も開けておこうか。何が出るかな。ルーンスタッフ、まあ杖だね。まあこれは別にいらないな。であとはこっち側橋渡って、この上になんか宝箱みたいなのあったけど、これは何が手に入るんだろうか。黒曜の剣とか手に入れちゃったからな。さっき命の木の実か、木の実系ももういい加減使った方がいいかな。どうだろう、誰に使うべきなんだろうか。配合したら結局それって意味なくなっちゃうのかな。だとするとアキラ、まあでもアキラも結局配合すると意味なくなっちゃったりするのかなと思ったら、カブト小僧じゃないこいつ。ちょっと待って、お前欲しい、お前何ランクなんだろうか。そもそも初手スカウトで 45% までいくか、なかなか高いね。
これ多分カブト割りとか入れたらもうちょっと伸びるんだろうけど、カースカウト失敗するか。まあでも様子見てるからもう一回いける。マジ仲間になってくんねえか、カブト小僧。お前が欲しいんだよ俺は。オッケーありがとう。ランクは、あ、 B ランクか。いやでも女の子か。俺オスが欲しいんだよ。てか角生えてんのにオスじゃないんかお前。でこのはしごの上はなんか噴水みたいになってたけど、ここは何があるんだろうかと思ったら、これあれじゃん。え、絶対にもうマデュライトだよね。え、ってことはもう俺マデュライト10個揃った。あ、マデュライトだマジか。ごめんアキラ、俺もう旅の目的達成しちゃったわ。祠行く意味なくなっちゃった嘘でしょ、マデュライトが10個揃った。アルカポリス島のグランプリ協会本部にあるゴールへ急げ。え、俺もうゴールしちゃっていいってこと？マジかごめんアキラ、これどうなんだろう。祠よりも先にそっち行っちゃってもいいっていうことなんだろうか。どっち先でもいいっていう感じだったりするのかな。まあさすがに祠優先するけどさ。待って、メタスラいる。ちょっと待って、黒曜の剣試してみたい。ちょっとスカウトいきなりやってみていいか。どうなんだろう、黒曜の剣何ダメージ入るかな。何ダメージというか何パーセント入るかな。スカウト効果ない。いや問題なのは魔王の使い、ここ会心 20%。え、待って待って、ワンチャンあるぞ。わー、身かわされた。いや待って、ギガンテスもう一発当てろ。ダメか、 20%。 ちょっと待って、え、マジでメタスラワンチャンスカウトできるんだけど、これ強いのかな。でもそもそも、あ、成功した。マジでこいつランクは D ランク、レベル1 HP3 守備力239バケモンじゃん。え、マジでこいつって何なんだろう。でも D ランクってことは配合にしてどん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 なんか強いの作れたりするのかな。え、思いがけない収穫なんだけど、マジか、びっくり。さあてなわけであの後ね、カブト小僧のオスをね1匹ぐらい捕まえて戻ってまいりました。というわけでお楽しみの配合タイム行こうじゃないですかこんなのもうね、でもどっちから先に選ぶか。いやでも父親が少ないから父親を先に選ぶべきだと思うんだよね。ここ父親の父親のラインナップかすすぎるな、ちょっとあまりにもどうしよっか。まあカブト小僧が、まあ、生命線みたいな部分あるな。何かいいのができるか。エビラ、バッファロン。エビラって A ランクなんだ。シャークマージュ B ランク、なるほどね。バッファロンはいいね。バーサーカーも覚えつつ、テンションアップを持ってる A ランクっていうのがもうその時点で強い。これありだね。あとなんかいいのいるか。何これ、デスファレーナ。あ、こいつなんかいろんなのいっぱいいるな。バードファイター。いやでもできればね B ランクじゃなくて A ランクを作りたいところではあるんだけど、さすがに A ランクになれるやつはいなさそうか。いなさそうな感じだね。ってことはちょっと恵みの配合先も見てみたいんだけど、さすがにこれもいないか。うわ、いなさそうだな。いや、オスがちょっとあまりにも少ないね、これ。ちょっとマコも見てみる、一旦。でも多分いなさそうな感じだよね、この感じ。うん、そうだね。グレートドラゴンとかは作れるけど、絶対魔王の使いの方が正直強い気がするし、これ、てか女の子にちょっと固まりすぎだな、マジで。そこが問題だね、うちの。どうしようか。タマも多分あんまりいいの作れないよね。ジャミラス。ジャミラスって。ああ、どうだろうね。これもバッファロン1体作って、スカウトをすごくしやすくしておくっていうのは、ありな気がする。ギガンテスをちょっとここで消費してしまうのはもったいないのかなっていう部分もあったりはするけど、どうなんだろうか。うわー、悩みどころだね、これマジで。もったいないかな、ギガンテス。いや、でもまだ、最初の島に出てくるとも思うんだよね、ギガンテス。だからもうギガンテスを乱獲するみたいなことも、俺もうできるラインまでは来ているはずなんだよね。ってことを考えると、バッファロンは一体作ってもいいのかもしれない。あ、それか、グレートドラゴンを作る？いやーでも絶対バッファロンの方が強いよな。特性ないしな、グレートドラゴン。多分グレートドラゴンって、俺が思うに、こいつ多分、配合素材だと思うんだよね。こいつを経由して、ゆくゆくは竜王みたいなのを作っていくみたいな、そういうパターンじゃないの、多分。だから多分そんな強くない気がするんだよな。だバッファロン作りたいなぁ、バッファロン。いやでもジャミラスもそっか、 AI2 回コード持ってんのか。うわぁ、それも魅力的だなぁ。ジャミラスもありだなぁ。AI2 回コードマジ強いからなぁ。AI2 回コードが増えれば増えるほど余計強くなるからね。
ありだな、それも。どうだろう、ジャミラスかバッファロンかだな、タマは使うとするならば。逆にそれ以外、タマ以外は正直まだ配合できない気がする。恵みもできれば配合したいところだけど、あんまりいいやついない他に。しっかりね、恵みはあのヒーラーとしての役割を果たせるやつになっていってほしいんですよ。ってことを考えると、今急いで育てて強いなってなるやつ、なるモンスターってもういない気がする。この辺にはキラーアーマーとか、この辺も別にヒーラーではないもんね、多分ね。だからまあどうしようね、バッファロンは作ろっか。バッファロンをまず作ろう。まあ誰を親にするかっていう話は問題ではあるんだけど、正直誰を親にしても大差がないあんまり変わんないんで、まあ一応そこそこ強いやつ、リリパッドとか、まあいつでも捕まえれるから、この辺の一緒に混ぜてバッファロンを作ろうか。いやー、これ男の子で生まれてほしいな、バッファロン頼む。男で生まれてきてくれバッファロン。どうだ、女の子だ。いやまあこればっかりはね、運命なので仕方がないでしょう。この子の名前は京子にしようと思います。よろしくね京子。でスキルだよね、アッパーって。これピオラホイミスからインって、バイキルとかあったらよかったんだけど、ないのか。まあ、攻撃アップはまず間違いなくつけて、バーサーカーは兜割りあるからつけて、あとは VS メタル。あ、VS メタルありだね。バイキルとも覚えるから、VS メタル行っておくみたいな形でいいかな。この3つで行こう。まあ多分覚えさせるのは兜割りだけ覚えさせて攻撃アップに振りまくるみたいな形はなると思うけど、これで行こう。OK、パーティーに加えます。でね、あともう1個やりたかったのが、アキラの配合なんですよ。アキラもやっぱりね、配合していった方がいいみたいな話なんで、どんどんね、配合していきたいところではあるんだけど、どうなんだろう、どういうやつと配合していけばいいのかな、よくわかんないんだけど、とりあえずディアノーグになればいいんだよね。いまいちね、配合の仕様もよく理解しないんだけど、覚えさせたいスキルがあれば、覚えさせていくみたいな形だよね、多分ね。で、それ以外って逆に意味あるのかって言ったら、そんなになさそうな気がするんで、あ、ナギとかいいじゃん。ナギと一緒に配合すれば、一気に配合プラス3になるもんね。これでスキルがナギに振ってた攻撃アップとかも振れるっていう形になるんで、いいんじゃない？そうね。ディアノーグになるんだもんね。だから格闘パンサーのナギを混ぜよう。これでどう？こいつはどんどん育てていかなきゃなんないでしょ、絶対に。オッケー。見た目こそ変わらないけども、これで強くはなるんだよね、きっとね。まあ名前はもちろんアキラなんですけども、スキルをどうするかっていうところだよね。あ、ディアノーグ。え？待って待って、一旦スペリオはつけるとして、ディアノーグって何？水を操る特技を覚える。あ、ベオエミ覚える。え、めっちゃいい。これはディアノーグいいね。ディアノーグ覚えさせよう。で、あと攻撃アップにしよっかな。うん、わ、ベオエミ覚えるのでっけーな、これ。いいじゃん。これスペリオに振らなくていいな。ディアノーグに振ってベオエミ覚えさせて、そっからどうしよっか。攻撃アップに振って、あれかな、耐久を上げていくみたいな形でもいいかもしれないし、結構これ、強くなったんじゃない？まあ、レベルこそ1に戻っちゃうけども、こいつらちゃんとレベリングしておこう。まあ、てなわけでね、今回はこの辺で終わっておこうかなと思います。まあ、配合したてでね、こいつらを使いたいところではあるんですけども、まあ、こいつらのレベリングを済ませておいて、次回、まあ、どうだろう。ここまでに出てきたモンスターたちも結構いろいろスカウトしておきたい部分はあるんで、まあ、スカウトしておきながら、まあ、次回、ホコラ、最後のホコラをやって、で、まあ、ホコラの途中でもう一回配合タイムを挟めたらな、みたいな感じに思っております。ちょっとね、あまりにも男不足が否めなさすぎるんで、まあ、次回までにちょっと男で、今までに会ってきたモンスターで、捕まえれてないやつとかを捕まえておきます。で、まあ、次回のね、ホコラに入ってから、まあ、ホコラでね、多分強力なモンスターとかも出てくると思うんで、そいつらを捕まえながら、最後配合タイムできたらなっていう風に思っておりますんでね、まあ、よかったらそちらも見ていただけたらなと思います。ってな感じで、ご視聴ありがとうございました。また次回のドラクエモンスターズジョーカーでお会いしましょう。さよなら。